東京本部が入っていた中野サンプラザ社団法人日本ワーキングホリデー協会はかつて存在した公益法人である。民主党の事業仕分けの一環として2010年8月3日付で破産手続き開始の決定を受けて解散した。かつて存在していた公益法人の主な業務としてワーキングホリデービザ取得希望者にワーキングホリデービザの内容。 取得の方法の提供、留学あ戦及び英会話教室や渡航先情報の提供のほか、帰国者に対する職業紹介、来日中の外国人に対する生活相談や職業紹介があった。日本にワーキングホリデーにて渡航している外国人とワーキングホリデー体験者、希望者との交流会などを開いたり、定期的にワーキングホリデーレポートという冊子を発行し、 広く、ワーキングホリデー制度の普及に努めた。斡旋業者ではなく、あくまで公益法人であったため、英会話教室などを開いたりはしていたが、語学学校の紹介はあくまで紹介に泊まり、代行などは行っていなかった。語学学校への通学に関しても無理な勧誘などせず、ビザを取得するのみの人にもサポートを行っていた。しかし、勧誘企業の大会に伴う収入や利用者が、 減少し債務超過となったことから2008年3月31日に札幌デスク、仙台デスク、名古屋デスクを閉鎖するなど経費削減のための措置が取られた。その後2009年3月31日に福岡市所、2010年4月30日に大阪市所を閉鎖して拠点を東京本部のみとした。しかし事業仕分けに伴い行政による 財政支援がなくなったこともあり事業継続のめどが立たないことから2010年6月17日をもって窓口業務を同年7月末にてインターネットでのサービスをそれぞれ終了した後同年同月に理事会の賛成多数をもって事業の廃止が決定し破産手続きが行われた。なお、同手続きの開始に際して公表された。 債務超過額は3600万円余りとされている。当団体の破産により、日本からのアーキングホリデー死亡者に対する情報、提供や支援を広く行う組織がなくなることを危惧した融資により、類似の業務を行う組織が設立されている。2010年9月3日に、非営利団体のワーホリネットと当団体に在籍していた職員が中心となった。 一般社団法人日本ワーキングホリデーネットワークが設立され、有志のボランティアによって、非営利事業として運営されている。また、2011年1月に、当団体に在籍していた職員が中心となった、一般社団法人日本ワーキングホリデーセンターが設立されている。このほか2011年1月に、破産管罪人から当団体のドメイン名を、 競売によって取得した団体が一般社団法人日本ワーキングホリデー協会を設立している。ホームページでは法的に当団体と同盟の称号を得たとしているが、ワーキングホリデービザ取得者やそれ以外の海外留学希望者へ語学学校の斡旋などを行っているため、当団体のような公的機関ではなく営利活動を主とした留学斡旋業者と変わらない。 なお、この団体はオーストラリアに拠点を置く留学圧戦業者が実質的に運営している営利団体である。2014年6月にはカナダのワーキングホリデービザ申請代行を主業務とした一般社団法人カナダワーキングホリデー協会が設立されている。なお、この団体はカナダに拠点を置く留学圧戦業者が実質的に運営している営利団体である。なお、 どの類似団体も当団体の業務を継承したわけではない。ありがとうございます。